こんにちは、シエルです。今日は夏の購入品を紹介していきたいと思います。最近メグベイビーちゃんのインスタを見ていて、すごい気になっていたものがあったので、それを買いました。それがこちらなんですけれども、2個同じのなんですけど、 PH センシティブクリーム、保湿クリームですね。はい、これをね、買いました。これ韓国語でここにバーって書いてあるんで、これ韓国のものなのかな。これなんで気になってたかというと、そのね、メグベイビーちゃんのね、ストーリーズで、紹介されてたんだけど、これ結構ね、敏感肌の人とか、あと肌荒れしやすい人がこれでめちゃくちゃ改善してるっていうのを見て、でそれでずっと気になってたんですよ。で、あのね、メグベイビーちゃんのストーリーズに使用したビフォーアフターの、映像みたいなのとか写真がすごいアップされていて、結構ニキビ肌だった人がこれで改善したりとか、日焼けをした人がこれを塗ったらね、1日ですごい炎症が抑えられてたりとか、あとなんかね、手とかのね、黒ずみがある人がこれを塗ったら白くなったりとかしていて、なんて言うんだろう、ただの保湿クリームってより、そういうなんか炎症を抑えてくれるみたいな効果があるらしくて、それですっごい気になってたんですよね。私今まではね、 SK-2 のシリーズずっと使ってて、あんまり他のに変えたりするのが怖かったりして、で海外製のものもなんかちょっと刺激強そうな気がしてすごい怖かったんだけど、なんかそのね、メグベビーちゃんのストーリーズ見ていたら、なんかすごいなと思って。ちなみにこれお値段がね、値段が書いてない、いくら、はい、ちょっとじゃあ開けてみよう。はい、こんな感じです。ちょっと見てみようか。お、見えるかな。はい、ここにあれだね、スパチュラって書いてある。これでプッてすくうみたい。ちょっと出してみようね。ふう、はい、こんな感じで。ちょっとどうしよう、この蓋についてるのちょっと手につけてみよう。よ、はい、ちょっと、伸びがいいかな。なんか結構スッと伸びるかも。あ、めっちゃ香りもいい。はい。でね、すごい結構しっとりしますね。すっごいしっとりする。ただなんかね、しっとりするんだけどね、ベタつき感ってよりなんか、さらっとしてるかな。使って試してどうのっていう感じじゃないのであれなんですけれども、メグベイビーちゃんのさ、ストーリーズ見てほしいです。ストーリーズ見るとほんとすごいのよ、改善パワーがすごくて。はい、なのでちょっとこれ私使ってみたいと思います。私も敏感肌なので、ずっと私 SK-2 使ってたから、ほんとね、化粧品変えるのってなんだろう、4、5年ぶりぐらいかもしれない。うん、なのでちょっとドキドキなんですけど、でなんかあとね、最近ね、ネットで見たんですけど、なんか化粧水とか美容液とか乳液とかってあんま何種類もしない方がいいらしいですね。なんか2種類にした方がいいらしくて、なんかね、いっぱいね、いろんなものを塗ったくると良くないんだって。そうだから、まあ私は多分今のところ SK-2 の化粧水塗ってこれの予定です。なんかこれ購入した後だったんですけど、メグベビーちゃんのインスタライブ見ててすごいなと思ったのが、自分でこういうスキンケア商品とか、あとコスメとかをね、こう取り扱うにあたって、自分でまずいろんなものを試してみるって言ってて、でそれこそハイブランドのすごい高いものとかもいっぱいいろんなの使ったりとか、あらゆるものを全部一回自分で使ってみて、でそれで研究するんですって。でそれこそなんかね、半分半分に塗った使用感を試したりとか、あとサンプルでもらったやつとかもとりあえず試すらしくて、それこそね、なんかね、なんかメグベビーちゃん見てるとすごいね、いつもお肌も綺麗だし、すごい可愛いしみたいな、美しいの塊なんだけど、サンプルが合わなくてすごい炎症起こしちゃったりとか、裏ではすごいことになってるみたいな話をしてて、わ、すごいなと思って。なんか可愛くて綺麗なメグベビーちゃんしか知らないけど、実は裏で本当に大変な思いしてやってるんだなと思って。それこそ自分のお顔とかを実験台にしてやるわけじゃないですか。だからそれがすごいなと思って。そうで、その中でもやっぱりいいものとかをみんなに提供したいって言ってて、それこそ自分自身がこう合わない化粧品とか使って炎症起こしちゃった時は PH クリームを塗ると、そうするとすごい改善されて、
なんか手放せないとか言ってて、なんかあそうなんだと思って、なんかそういう女の子の悩みとかに寄り添えるようにみたいな感じですごい考えていて、あーすごいと思って、そうそうね、ほんと買ってからそれ見たんだけれども、なのですごいね、私も使うのが楽しみだなと思います。あとなんか生理前とかすごいホルモンバランス崩れて肌荒れとかしやすいじゃないですか。今まではなんかホルモンバランス崩れて肌荒れしちゃってた子とかも、なんかねピーチクリームをねこう使ってるとね、そういうのもねなくなる人もいるらしくて、気になる方はあのメグベビーちゃんのねインスタとか見てると、ほんといろいろそういうのとかが分かりやすく載ってるので、よかったらということで、ちょっと私も使ってみたいなと思います。はい、ということで今日も動画を見てくれてありがとうございます。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。